ネルリの生新女飛護聖堂、ネルリ川のほとりにある生新女飛護聖堂は、中世ロシアの代表的聖教会の聖堂であり、生新女飛護祭を記念している。ポクルフ聖堂、ポクルフナネルリ聖堂とも。教会は、ボゴリボボの、ネルリ川とクリア島川の合流点にあり、こと、ウラジーミルの13キロ北東に位置する。戦死した、自身の息子を弔うために、 アンドレイ・ボゴリブスキーによって1165年に建築を依頼されたこの聖堂はアンドレイの石像の城と回廊によって連結されていたこの建築物は白い石によって建てられ一つのドームを持ち内部には四つの柱がある外見をよりスレンダーに見せるために意図的に建築面積を小さくしているため方針例の実行にはやや狭くて暗い内部空間となっている 長い年月にわたり、この記念碑的教会は、ボゴリボボの宮殿を訪れる人々を迎え入れてきた。春には、かつてはこの地域は洪水に見舞われ、教会は洪水の水に浮かぶかのような姿を呈した。回廊は取り壊され、ドームの形はわずかに作り変えられたが、教会自体は手をつけられずに後世に残った。壁は、今でも12世紀の彫刻によって覆われている。 1992年には、ウラジーミルとスーズダリの白亜の建造物群の一部として、ユネスコの世界遺産に登録された。ありがとうございます。